はい、皆さんこんにちは。ODS の堀です。はい、今日は ODS の主義の特徴についてお話しますね。はい、もしこう筋肉を触って硬い、筋膜が硬い時には、ODS は筋肉をこう揉んだりとか、揺らしたりとか、軽く触って、自然に緩むのを待つことをしません。どうやって緩めるかというと、骨の位置や関節の位置を変えて緩めます。例えば、ここの大胸筋が硬かったら、こう巻き肩に軽くするだけで緩むじゃないですか。まあこれカウンターストレインとか言うんですけどね。そういうふうに位置を変えることによって、筋肉や筋膜を緩めます。はい。で、こう軽く触ったりとか揺らしたりして筋肉緩む。それプラス自律神経がいい状態になるんですね。交感神経優位から副交感神経優位。そうすると痛みを感じなくなるんですよ。そうなると、あ、その時は治った患者さんはおられるかもしれないけど、根本的なところが治ってない、骨格の位置が悪いと、また、自律神経にが刺激されてストレスなどがあったらまた硬くなって筋肉が痛くなる。例えば、今度は鎖骨の話をしましょうね。結構鎖骨が動いてない人いっぱいおられるんです。下方向が主ですけどね、とかこういう回線方向とか、後ろには行くけど前に行かない人で、下に行かない人が多い。そういう人たちが手を上げるときには、筋肉を使って手を上げます。でもここ鎖骨が動いてないと、胸鎖関節、腱鎖関節あります。はい、胸鎖関節が動いてないと、ここで止まったら筋肉にかなり負担がかかる。わかりますか？で、こう外したらスッと上がるようになる。ということは、何らかの、揺らしたりとか軽く触ったりとか揉んだりして筋肉が柔らかくなって、脇の下の筋肉が上がるようになったとしても、根本的な問題は胸鎖関節にあるんで、この胸鎖関節が動くようにならないと、慢性的な肩こりとか治らないという考え方なんで、まずは一応触診して筋肉や筋膜の硬さは調べますけど、その原因は何かということで、骨の位置または関節が動いてるか動いてないかを調べて、検査して、それが動くようになると、余計な、結構時間かかるじゃないですか、こう軽く触ったり揺らしたりするの。でも例えば鎖骨だとこうピュッて一瞬引っ張るだけとか、首くるくる回すだけで鎖骨が動くようになるんです。実に簡単に筋肉や筋膜が緩むんですね。それプラス関節まで、緩んで、結構みんな若返っていきます。整形外科的な症状、五十肩とかヘルニアとか狭窄症、大体どこか関節が動いてないです。本当に ODS の主義って一度習ったらめちゃくちゃ簡単です。で、自然治療に頼らなくていい。ただ単に動いてない関節を動くようにするだけで治るんで、皆さん、関節や骨の位置を変えるような手技をやってみてください。はい、ODS の堀でした。